皆さん、こんにちは。女優の栗原小牧さんを知っていますか？舞台や映画、テレビドラマに登場する女優として活躍した栗原小牧さんですが、彼女と結婚した男性のことや不倫の真相、子供のことや栗原小牧さんの現在について下になるという人が増えているようです。こうした話題について詳しく解説しますので、気になる人はぜひチェックしてください。栗原小牧さんは1945年3月14日生まれで、現在の年齢は79歳です。東京都世田谷区出身で、女優は1967年、彼女が22歳の時から活動しています。栗原小牧さんは1963年に東京バレエ学校を卒業。卒業後、バレリーナを目指す中で演技の勉強も必要と思い、1963年に俳優座に入ります。当時の女性としては165センチと背も高く、吉永小百合さんに比べ大人びた現代的な美貌が比較的に中高年男性の人気を集め、以後半世紀近く女優として活躍し続けています。テレビドラマでは1964年 NHK 虹の設計でデビューしていた栗原小牧さんは、1967年彼女が22歳の時にテレビドラマ三姉妹に出演して注目を浴び、同年日本映画制作者協会新人賞を受賞したことで有名になったのです。その後1968年三人家族、見つめいたり、風林火山で日本放送作家協会賞第1回テレビ大賞優秀タレント賞に選ばれ、さらに注目度は高まります。一気に小牧ストを増やしたのは映画忍ぶ側でした。人気美男俳優加藤剛さんとのヌードも厭わぬ大胆な演技が、当時最も美しいラブシーンとして話題になったからです。当初この役はまだ清い処女のイメージが強かった吉永小百合さんにオファーされていましたが、実際親まで巻き込んでの騒動があったため、この映画への出演を断念。その結果、代役として栗原小牧さんが出演することになりました。もし吉永小百合さんがこの役を演じていたら、その後の映画界は大きく変わっていたかもしれません。栗原小牧さんは忍ぶ側の演技で毎日映画コンクール主演女優賞、ゴールデンアロー賞映画賞、エールフランス女優賞を受賞し、実力派の女優として年齢を問わず人気を獲得するようになります。栗原小牧さんは数多くのテレビドラマや映画に出演していますが、女優としてのメインは舞台にありました。1968年に日生劇場三人姉妹イリーナ役で初舞台を経験した後は、1971年そよそよ族の反乱で紀伊国屋演劇賞を受賞し、ルルをはじめ千田是也さん演出作品に多く主演しています。また1981年には木村光一さん演出ロミオとジュリエットのジュリエット役で芸術祭優秀賞、1991年には千田是也さん演出復活のカチューシャ役で芸術祭賞を受賞し、どんな作品のジャンルでもこなせる女優という印象も持たれるようになります。1986年2月に俳優座劇場でロシアの演出家セルゲイ・ユールスキーを招き、恋愛論を初プロデュース主演し、その後同作品をモスクワで上演したことで高い評価を得ています。2000年ロシアのアレクサンドル・マーリン演出の千田是也さん追悼肝っ玉おっ母とその子供たちにアンナ役で主演し、また角栄治さん演出愛の讃歌ピアフフレンティなどにも出演しました。欲望という名の電車では1995年から2000年まで主演を務め、新劇運動として281回の公演を重ねたことも大きな話題になりました。またミュージカルでは東宝マイフェアレディイライザ役で主演し、こちらも大きな注目を集めたのです。栗原小牧さんはとにかく高い演技力が常に注目されてきた女優ですが、注目されたのはこの演技力だけではありません。栗原小牧さんは今まで結婚をしたことがありません。独身を貫いていますが、過去に受けたインタビューにおいても栗原小牧さんは結婚や恋愛観などに関する発言は
一切していません。しかし過去に俳優の竹脇無我さんや同じく俳優の加藤剛さんと不倫関係を持っていたのではという噂があるのです。実際栗原小牧さんをインターネットで検索すると竹脇無我さんや加藤剛さんに関する情報も一緒に出てきます。実際に栗原小牧さんはこの二人と交際していたのかは気になるポイントです。まず竹脇無我さんですが、栗原小牧さんは1968年10月から1969年4月まで木下圭介アワー第4弾として放送されたテレビドラマ3人家族で竹脇無我さんとすれ違う恋人同士役を演じています。このテレビドラマは人気を博し、平均視聴率は 30% を超えるほどだったのです。さらに栗原小牧さんと竹脇無我さんとは1970年に夫婦となった姿を描いた続編二人の世界でも共演しています。栗原小牧さんはこのテレビドラマに対して二人の男女の出会いが主題の三人家族から一歩進んだ結婚と生活という二人の世界を新しい気持ちで臨みました。竹脇無我さんとは三人家族を通じて信頼関係ができていましたので、お互いに役作りと相談することができましたと語っています。また緊張感はありながら日心知れたスタッフキャストとってもいい雰囲気だったと思いますと、あくまでも竹脇無我さんは信頼できる仕事仲間ということを語ったのです。竹脇無我さんは67歳で残念ながら急死してしまいますが、この時に栗原小牧さんはとても残念な気持ちでいっぱいです。撮影の時は本当の家族のように温かく明るくて和やかで、それは無我さんの人間的な素晴らしさが反映されていたのかなと思います。後にお会いすることがあってもすぐにその世界に戻ることができました。私たちにとっては青春でしたし、まるで幼馴染のようでしたと涙を浮かべながら話しました。この二人の真相については分かっていませんが、おそらく本当に信頼できる仕事仲間という存在だったのでしょう。ではもう一人の男性、加藤剛さんとはどうだったのでしょうか。加藤剛さんとは俳優座時代に先輩と後輩という関係だったようですが、それ以降にも親交はあったようです。二人の関係が噂されたのは1972年に上映された映画忍川での共演です。この映画は警視が自殺そして失踪するという暗い血の流れに抗いながら強く生きていこうとする主人公の哲夫が小料理屋に勤める悲しい宿命を負った娘しのに巡り合い、お互いの過去をいたわり合いながらやがて結ばれる姿を描いた内容です。実はこの映画には二人のラブシーンがありました。二つ並べてある布団のある部屋で加藤剛さんが襖を開け、雪国ではね、寝るとき何にも着ないんだよ、生まれた時のまんまで寝るんだ、その方が寝巻きなんか着るよりずっと暖かいんだよと羽織を脱ぎながら入ると、栗原小牧さんは私も着ちゃいけませんと全裸になり加藤さんに身を寄せていくのです。こうしたラブシーンを踏まえて二人は付き合っているのではと噂になりましたが、これも事実ではないと考えられます。2018年、加藤剛さんは胆のうがんで亡くなっていますが、栗原小牧さんはスポーツニッポンの取材に対し、今はただただ辛くてめまいがしますと語りました。加藤剛さんに対して強い思いは持っていたかもしれませんが、あくまでもそれは仕事として友人としての関係を踏まえてのことだったのでしょう。栗原小牧さんは一度も結婚をすることがなかったため子供ももちろんいません。もし誰かと縁があり結婚をして子供が生まれていたら、どんな子供ができていたのか気になる人は多いのではないでしょうか。栗原小牧さんは現在も舞台に力を入れて活動しているようです。2016年にはメアリスチュアートという舞台のメアリ役で全73ステージの上演を成功させています。また2016年8月からは一人芝居松井須磨子を演じており、この一人芝居は中国でも公演され注目を集めました。連続ドラマ女城主直虎にも出演、 NHK 大河ドラマにしては小粒感が拭えない
女城主直虎ですが、ドラマもいよいよ後半。武田信玄役に松平健さん、徳川家康の母於大の方役に栗原小牧さんを投入して人気挽回を図るようです。1970年、日本テレビ竹千代と母でも於大の方を演じている栗原小牧さんは、運命に生きる於大の方の心を生ける魂として演じることができればと出演の抱負を語っています。デビュー間もない1967年に三姉妹に出演している栗原小牧さんにとって、 NHK 大河ドラマは女優生活の原点と言えるでしょう。またこの三姉妹は大河ドラマの中でも新たな試みを行った意欲的作品でした。従来歴史上の人物が主人公の大河ドラマにあって、三姉妹は架空の人物が主人公であるばかりか、初めて女性を主人公にした作品、幕末の旗本の家に生まれた岡田真理子さん演じる長女村、藤村志保さんの次女るい、そして栗原小牧さんの三女雪が歴史の波に翻弄されていく物語です。大河ドラマでは架空の人物を主人公にした作品が以後も何本かありましたが、この三姉妹ほど成功した作品はあまりありません。出演者には当時の名優志村たかしさんや滝沢治さん、芦田伸介さんの名が並びます。また気鋭の山崎努さんや山口たかしさんなども顔を揃えるなど、全くの新人であった栗原小牧さんにとっては大変勉強になった作品だったそうです。彼らの下で大いにその才能を羽ばたかせることとなった栗原小牧さん、20代の頃にテレビや映画の仕事をしていたのは将来舞台に重点を置くためのチャレンジだったと明かしている通り、舞台を中心に活躍を続ける今、まさに自らが望む通りの女優人生を歩んでいます。これからもみんなで栗原小牧さんに注目していきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。